ジョン・コリンズどうですか？僕ジョン・コリかンズ、らちょっといいですか？はいはい。ジョン・コリって本当去年クソほどスリー入んなくて、で、もうホークスももう安値で売りさばいたじゃないですか、ジャズに。だからまあ、ジャズでも特になんかジョン・コリンズでスリー入る4番っていう話だったのに、そのスリーが全然入らんっていうので、もうじゃあ何ができるみたいな、まあ、もちろんアスレチック能力はありますけど、でも若干徐々に調子取り戻してきてるっぽいっすよね、ジョン・いコや、リン。3めっちゃ入ってますよ。3多分30後半入ってますよね。あ、今そんな決めてるんですか？いや、もう全然もうただの3、ただのシューター。アスレチックシュー ジタャズの中ではただのアスレチックシューター。ー。今、どれぐらいだ？今、37%。おー。だからまあ、キャリアでもまあ、それなりに入る方ですね。本当だ。3.6って37%。なんか、変えがたい選手ではないです。正直。変えられると思うんですけど、別にジョン・コリンズを、いくらでも変えられるとは思うんですけど、でも、いて邪魔では全然ない。それが、ポジティブに聞こえるかわかんないですけど、なんか、邪魔には全然ならないから、少なくとも今年に関しては全然大丈夫って感じ。めちゃめちゃ使えてるっていう感じですかね。ただそれがそのさっき前半に話した、そのケスラーがその、スタメンから外れちゃう原因って結局、ジョン・コリンズを並べられないっていうところに起因しちゃってるはいるので、なんかそこがその、まあ、ジョン・コリンズ、そのケスラーがこれからやっぱじゃもうちょっとチームとしての優先順位が上がってきたときに、まあ、ジョン・コリンズがずっといるっていうのはちょっとあんまり考えにくいかなと思うんですけまあ、いずれジョンコリをどうにかして整理しど。てみたいな流れにはなんかなりそうな気はします。そうですね。バモカズさん、ケスラーって歴代ユタのフロントタイプ的にはどなたに該当しそうですか？これ僕もまさにルディ・ゴベアなんじゃないのって思っちゃったんですけど。まあ、それはそうじゃないですかね。でもなんかその結局多分これジャズをそのゴベアの時からケスラー見てる人からするとやっぱ結構やっぱりまだ物足りなさってやっぱりあって、それこそまあペリメーターで今今年ルディすごい頑張ってると思うんですけど、ああいうこうペリメーター的な動きだったり、やっぱりその、なんか表現難しいんですけど、こうなんか重さがないんですよね、ケスラーって。やっぱりまだ軽い感じがしてて、スクリーンだったりとか、その自分ドライブした時とかにも、やっぱりこう、ちょっとやっぱ体が負けてるっていうか、ちょっとこう、あんまりこう、フィジカル強い感じはそんなにしないので、なんかそこがもうちょっとしてこないと、やっぱりゴベアみたいな選手にはならないのかなと思うんですけど、でもそこができてくると本当に、多分ポストのタッチとかは、もう多分、ルディの、まあちょっと、のレベルが多分違うと思うんで、ルディはちょっともう本当に完全に持ってないタイプじゃないですか、そこに関しては。完全に持ってないけど、それは多分彼持ってるんで、なんかそこだけでも、まあ、今現状そこに関しては多分ルディよりちょっとまだ上だと思うんですけど、それ以外がまだちょっと全然、ちょっとね、追いついてこないとかなってのは思うんですけどね。タイプ的にはそうだと思います。なんか、いわゆるこう古典的なビッグマンだけど、ピックアンドロールあまり参加しないビッグマンみたいな人ってユタジャズに今までいました。いわゆるそのデッドローで待機する方が時間的に長いようなビッグマン。っていうのも、その、たまにいるんですよ。その、ラジコン系って言われるロール&カットビッグマンの中でも、そのピックアンドロールよりも、そのデッドロー待機でリバウンド争いとか、またボールもらってのステップインしてからの、まあ、バックシュートとか、で、ケスラーもそれにすごい当てはまるんじゃないかなと思ってて、で、ゴベアはどっちかっていうと、やっぱりロールしてちゃんとダイブするタイプのビッグマンだと思うんですけど、他のチームで言ったら、なんかミッチェル・ロビンソンの方が今のケスラーって近いのかなって思って。確かに。それのなんかこうジャズ版みたいな、ミチェロビっぽいビッグマンっていたのかなとか、ふと。で、もしいるんであれば、その選手が一番ケスラーに近いのかなとか思ったんですよね。歴代だとどうだろうな。結局そのルーティーの前って、フェイバーズ
とかなので、なんはい。か、ヘイマーズも全然、そあのピックでダイブするタイプじゃないですか、どちらかというと、はい、ロそうールですしてね。ダイブするタイプだから、全然違うかなと思うし、誰だろうな、歴代、難しいな。いや、もう本当、超マニアックだけど、ジェフ・ウィああ、ジー、僕も思った。ジェフ・ウィジーが多分はギリ近いけど、でい。も、ジェフ・ウィジーとか2015は、年とかにいた選手であ、すそね。うそうそう。はい。2メートウィルジー13さんの。とか近い、そうそうそう。近いけど、はい。なんかちょっとマイナーすぎてちょっとどうかなと いや、僕もマジ、リルタクさんの番終わったら、ウィズリーとかどうすかって、ウィジーでしたっけ？思った。ウィジー、ウィジー。はいやー、やばい。ジェい。いや、フ・ウセィジーブンがフッ赤すターぎる。で、どっちかっていうと、ロールよりもなんか、デッドローの方が、そうそうみたそう。いな。もう今何やってんだろうな、ウィジー。多分そう、でまあ、もマイ彼、ナー選手も合わせたら探せばきっといるんでしょうね。そうっすね。いや、でも、もうウィジーしか出てこなかった。イージーしか出てこないっすよね。やばい、ジェフ・イージー出てくるのやばいな。何してんだ。あ、なんか、スペインでやってるっぽいっすね。バルビオ、バル、バル、ビル、ビルバオ、バスケットボール。なんだそれ。知らない。ウドウいとかや。もまあ若干違うっすね。ウドウは、ま、ウドウってなんかまあ、その、なんか、最終的には、なんか、その、リーグ入った時はちょっとよくわかんないんですけど、なんか、ジャズにいた時は、よりだけで言ったら、どちらかというと、オリニックよりじゃないですか。結構、その、中ああ、継とはいかもはい。できるタイプというか、はい。うただ、なんか、ちょっとまた違うなって思うんですよね。ん。まあ、カットで合わせるのもいろいろありますもんね。オリニックみたいに、こう、フレアスクリーンしてからダイブするカッターもいれば、こうミチェロビみたいにデッドローから合わせるタイプもいれば。いや、ウィジーか、じゃあ、ウィジーです。結論、ウィジーでウす。ィジー。やばいな、ジェフ・ウィジーやばい、ほんと。配信 NBAYouTuber がウィジーの名前出すの最初で最後なんじゃないですか。いや、本当にそう、本当にそう。だってもう、全然コメントウィジーに反応してないもん。もうそりゃそうだよ。ホワイトサイドとかどうですか。ホワイトサイドかな。ホワイトサイドも結構重い寄りですもんね。どちらか体結構フィジカル寄りだから、ちょっと違う気はするけどな。すぐにジャズにいた時は結構もうちょっともうなんか本当に遅い。遅いっていう感じだったから。まあちょっと印象としては違うけど。マイアミの時とか近かった。ホワイトサイドはなんか僕の中で我慢できないタイプだったんで、なんかこう、俺にもシュート打たせろみたいな。DHO をしろって言われるからしようとするんだけど、こう、パス出せないっていう判断をするのが他のセンターよりも早いというか、僕なんか特にサボニスとかはもう本当にハンドオフできるまで、ま、頑張るじゃないですか、ちゃんといろんな角度からハンドオフしたりとか。ホワイトサイドのそれはなんかもう、それを言い訳にして自分で打つみたいな。いや、今のはパスもう出せないと思ったから打ちました、みたいその感じの印象はありな。ます。うん。まあ、あれだけの契約もらうと、まあ、それはエゴも出るんだろうなと思うけど、ケスラーはやっぱすごく我慢できてるなっていう。そう思いますね。はい。若いからもっといろいろやりたいこともあるだろうにとか思いながね、本当に。ら。うん。なんか本当なんか、今回そのスタメン外されちゃったのも含めて、なんか全然なんかそれに対してこう、彼自身が、まあ少なくとも外から見る上では、全くなんかその強いエゴを感じないので、めちゃめちゃなんかそれを受け入れてしっかり、自分の仕事やってくれてるなって印象があるんで、もう本当なんか、まだ若いのに、でも本当おじさん目線で思っちゃいますうね。ん、ニコラス・タケシがウッドがオフェンス版ホワイトサイドって言われて笑った。ああね。あ確かにストレッチあ、なするるほど。ようになったホワイトサイドがウッドみたいな。確かに。うん、今のユタにキリレンコがいたらフィットしそうですかね。今のユタのタイプ的には合わないかもしれませんが。それこそオリニクがいるから、まあ今は大丈夫みたいな感じ。そうっすね。いや、だから多分、それこそ本当に今、その当時のままのキリレンコがスポッてきたとしたら、ちょっとシュート力がきついなっていうのは否めないなとは思うんですけど、それこそ多分その今だったら、その、フォンテッキオのとこが多分キリレンコに変わるみたいな感じだと思うんですけど、まあなんか今はフォンテッキオみたいなシューター系が欲しいポジションなんで、まあちょっとキリレンコだとって感じはするけど、まあでもね、キリレンコはね、ちょっとこれは完全にもう僕はもうファン感情が出ちゃうんで、あれですけども、大好きなんで、もうそれはいいでしょうとは思うけど、まあでも、ニーズだけ考えるとちょっと若干違うかもしれないです。
マーでもカそのネン後、よりもオールラウンダータイプそうですね、そうですね。ですよマね。ーカーによりオールラウンダーだし、やっぱディフェンスでもうすべてができるから、はい。だからそこに多分その3が乗ってきた理想形みたいなのが多分さっき言ったテイラー・ヘンドリックスみたいな感じだと思うんですよ。その横も動けて、ブロックができてっていうのが多分今のヘンドリックスの一番その目指してるところだと思うんで、なんかそうなったらもう本当にめちゃめちゃいいなとは思うんですけどね。田中さん、テイラー・ヘンドリックスってどうなんですか？どうですか？いやー、いいっすよ、テイラー・ヘンドリックス。とても僕は好きですね。どんなんなかタイまあ、プの彼プレイも、ヤーですか？誰っていうのが結構難しいっすけど、あ、まだこれから分かっていくみたいな感じのタイプ。でも、まずディフェンスがとても良いですね。ディフェンスとても良くて、ちょっと最初、そのシーズンでちょっと使う、怪我がちょっと重なった時、マルカネンとかの怪我がちょっと出てきた時に、10試合ぐらいかな、出てると思うんですけど、ディフェンスはもう本当に、全然今でも NBA でって普通にできるぐらいのディフェンス力はあって、で、シュートもまあ、G リーグ上だと結構入ってるって感じだし、3がとても上手いので、本当に、あれですね、3&D って感じです。なんか、ちょっとこう、3に寄せたジェラミー・グラントみたいな、そんな感じになるかなと。まあ、ハンドリングはちょっとあんまりまだできないと思うんですけど、なのでそのあたりまだ今 G リーグで育成中っていう感じです。けど、もう本当にいいと、めちゃめちゃいいと思います。だから最終的には、その多分、ケスラー、マルカネン、ヘンドリックスの3人並べたいんじゃないかなっていう、感じはしてますね。だそうです。僕はちょっと、あまり終えてなくて。ぜひ、めちゃめちゃ、まあ、最近で全然出てないんで、ちょっとあんま見る機会ないと思いますけど、名前だけでも覚えて帰ってくださいっていう感じですね。3打てるバンダービーだって。まあね、まあね、まあね、まあ、それが多分、本当に理想な感じです。印象は確かにそんな感じですね。したら結バンダ構ビーほ育どなんてかがいありますね。ハッスル、ハッスルって感じじゃないけど、でもなんかすごく、ディフェンス本当にクレバーにできる選手だなと思うんで、ブロックとかもめちゃめちゃうまいので、すごくいい選手だと僕は思います。イムプロテクトができる3、4番っていう感じです。スモールボール5もできるみたいですね。なるほど。まあ、ウルブズもバンダビーを育て上げるのにかなり時間かかったんで、そういう選手って結構遅咲きだったりもするから、ちょっそうそうとそうそう。長い間見て育成した方がいいかもしれないです。今の若い選手、態度に出さないよね。いいのかわからない。いいのか悪いのかわからん。ジャズの選手はどうですか？なんか、あんまり態度に出さないですか？なんかみんな大人ですよね。でもなんか、セクストンとか、もう態度に出しまくる。まあ、その、確自分の感情をこう、体で表現するタイプかなと思ったかに。けど、今おとなしいんですかね。セクストンがめちゃくちゃ活躍してるっていうのはあるっすけど、そのなんか、もっとなんか、いい意味でアホ感がセクストンには感じてたから、でもジャズでそんなに感じないですよね。なんか、ちょうどなんかその、2、3日前になんかその記事が出てて、その監督のハーディさんがそのセクストンについて語るみたいな回があったんでちょっと読んでたんですけど、なんかその時にそのハーディさんが言ってたのは、なんかその、なんていうんですかね、その意見はもちろん言うんだけど、じゃなんかそれに対して、じゃあそのなんかオフィスに走り込んできて文句を言うとか、そんなことは一切なくて、やっぱりそのしっかりその、議論をしてくれるし、で、本当になんかその誠心誠意、その改善、自分のことを改善しようっていう気持ちが、なんか常に伝わってくるから、なんかその、すごくありがたいみたいなことはめちゃめちゃ言ってたし、なんか去年、その、なんかベンチで、なんかひたすら2人セクションとハーディさんが並んでて、なんかその、ディフェンスのミスだったかな、オフェンスのミスだったかちょっと忘れたんですけど、何らかのミスを2人でなんかこう、議論してて、なんか結構ハーディさんがなんかもう若干呆れちゃうみたいな表情してるのが、なんか結構こう、バズっちゃって、なんか本当になんかあんまり合わないみたいな、合わないんじゃないかみたいな話が一瞬あったんですけど、なんかあれもなんか変なとこが切り取られちゃっただけで、なんかそんなことは全然ないし、なんかその結果、その改善しようって意識が、なんか結果に結びついてるから、なんかもうすごく、まあ僕を、なんかその来る前の印象っていうのも、ハーディさん的にあったらしくて、やっぱりなんかその、キャブズ時代とかの話もよくなんか聞いてはいたから、なんとなく最初に持ってた印象っていうのがちょっとあって、なんかそれをちょっと最初に引きずってた自分がいたということにちょっと気づいて、なんか自分でもめちゃめちゃ反省してるみたいなことを言ってた気がするんで、まあ、なんか本当にセクストン、なんか、本当に愛されてるというか、なんかチーム内からもすごくリスペクトされてる選手だなっていう感じはしてます。だって今セクストン一番ホットじゃないですか、もしかしたらいや、NBA でも。本当、めっ
ちゃすごい。セックスと本当すごい。本当にすごい。なんか一瞬全く話題に上がらなくなった時期がまあ1年ぐらい続いたじゃないですか。ケビン・ラブとこうあまりうまくいってないみたいな悪いイメージの話はありましたけど、それ以降なんかいい話も悪い話もどっちもなんか話題に上がらないみたいな、そういえばいたねみたいなタイプの選手になっちゃってて、したら気づいたら OKC 戦も30点ぐらい取ってたし。いやー、やばかったっすよね、本当。本当にすごい。いろんな多分こうジャズが勝ててる要素ありますけど、もしかしたら一番でっかいのセクストンかもしれないですいや、本当そう思いますよ。本当ね。に。なんか、まあ、マルカネはもうずっと、まあ、安定してるといえば安定してるし、なんならその多分、勝ってる時のその十何試合に関しては、多分、マルカネそんなにめちゃめちゃないはずなんですよ。ちょっとシュート確率とか若干落ちてるぐらいの感じで、セクストンはもう本当にもうめちゃめちゃ良くなって、露骨に良くなってるはずですね。なんかアシストとかも伸びているって話だった気がする。人も伸びてて、得点効率とめちゃめちゃ良くて、なんかもう2人でもう超効率マシンになってるんで、もうなんか、もう本当助かってますね、セクスト。どっかの、記事で、RAT っていうなんかデータがあるらしいんですけど、それが何の指標なのかちょっと僕わかんないですけど、RAT っていう指標だと、今、シックスマンランキング1位がセクストンみたいな感じになってて、多分チームに与えてる影響を表してるのか。だからもう、なんていうんですか、最初の方、全くその予想にすら出てこなかったじゃないですか。まあ、シックスマン予想で言ったらクリス・ポールとか、あとやっぱタイラー・ヒーローとか、まあ、うちらで言ったらナズ・リードとかになるんですけど、ね、そこから、まあ、その指標だと、シックスマン予想1位になってて、まあ、なんならスタメンになっちゃってるから、そうシックスマンすら ですらなくなってるんだけど。そうそうそう。いや、なんか本当、去年の、段階だったら、まあ、シックスマンとしてっていう感じで、そのチームに残、になんか残ってくるかなと思ってたんですけど、なんかちょっと、この10試合中、15試合ぐらいの中で言ったら、なんか、ああ、いや、なんかもうシックスマンなんかとんでもないみたいな気持ちになるぐらいの活躍度合いなので、このまま行ってくれたら、ね、正直契約もめっちゃ軽いんで、20ミリオンいかない、17ミリオンとかなんで、なんかもう、マルカネンと2人で30ミリオンちょっとぐらいで、2人で超高確率、超高効率で45点ぐらい叩いてるんで、もうちょっとなんか手放せないですね。もうあと3年いるし、みたいな。あ、今年含めて3年いるし、みたいな。